先週末、6月8日から6月10日の全米ボックスオフィスランキングが発表され、映画、オーシャズ8が興行収入$41,607,378、約46億円で首位デビューを果たした。犯罪ドリームチームによる金庫破りを書く、オーシャンズシリーズ4作目に、して、シリーズ最高のオープニング興収を稼ぎ出す好スタートを切った。数字はボックスオフィス網上調べ、$110計算、カリスマ窃盗犯ダニー・オーシャン、ジョージ・クルーニーを主人公にした、オーシャンズ11、オーシャンズ1、2、オーシャンズ13のオープニング興収は$3,600,000、$3,900,000、約39億6000万円から42億9000万円だったが、本作で$4,000,000を初めて突破。今回の主人公はサンドラ・ブロック演じるダニーの妹で、仲間役にはケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ、リアーナ、ヘレナ・ボナム・カーターら豪華な女優陣が集っている。女性版、オーシャンズ、とも言える作品なだけに観客の 69% は女性。で、女性客にうまくアピールできたことが勝因だと言えるだろう。